はい、どうもこんばんは。第98回アフターカルチッチ霞ヶ関の中心で愛を叫ぶ、第98回です。あと2回で100回。リバーブがやっぱちょっと強いんだね。リバーブ強くないと、ボーカリストは気持ちよくないっていう。気持ちよくないっていうのね、あるんだね。
J.I. という曲でした。すっごい久々にやってるんで忘れてましたね。All
go. 66. Oh, get your kick. Oh, look. 66. Oh, get your kick. Oh, look. 66. はい、ありがとうございます。これ一回消してきますね。はい、あ、あれ、ずらす、ずらす。おっぱ、あれ、あれ、上じゃないんだ。上のやつをずらす。これを、あ、こうだ、これ。はい、ありがとうございます。いや、結構ね、指が冷たいですね。あの、ピックだから大丈夫かと思ったらピッキングも結構きますね。あの指だけ出る手袋欲しいよね。指だけ出るね。そうそうそう。あのスマホも使えるしね。そうそうそう。おばあちゃん、おばあちゃんな。視聴者からリクエストあるんですかね。コアな人は知ってるよ。コアな人、コアな人は。
自分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 
るヒントが欲しいのさ。小さな唇は奪わせてはくれない。それでもいいんだ。きつく抱きしめた。タイトルがちょこっとしか出てこないシリーズですね。一箇所しか出てこないです。シリーズですね。他にもあるかしら、そのシリーズ。そのシリーズあるかな。一つも出ないとかじゃないの。一つも出ないとこはあるけど、一つも出ないのはありますね、多分どっかで。多分。うん。あ、二箇所だけで出てくるのがやるかな。二箇所。二箇所、うん、二箇所だけ出てくるな。じゃあカーディガンという曲を。She did.
かせバカ、モロホンのバカが犯罪遊んでる。そう、二箇所しか出る。二箇所。気がつかなかった。とか言ってくれるみたいな。頭。肩にカーディガン。それか。騙された。騙された。どうなる。だからこれ、10年ぐらい前なの。もっと前じゃない。そんな経つか。経つな。10年ぐらい前。カーディガンズより前。カーディガンズよりは後かな。あれなんですよ。だからその頃ライブハウス出ててね、結構な親父バンドとか昔やってたやつがこうね、ライブハウスに出るとかそういうやつが多かったんですよ。めちゃくちゃ多かったんですよ。あ、で、まあ、でもできるけど ね、いますね。でそこ で、まあ、一緒に共演したやつも そいつも50いくつでの新人だったんですけど、その人だった友達です。それいい人なんですよ。で、でね、俺親父バンド嫌いってその人が言ったから、あ、親父バンドの文句言ったら親父抜けんじゃねえかなと思って、親父バンドのライブは嫌だって言って、言ったら、うん、親父たちは俺たち親父バンドじゃないからって言い出すよ。そういう意味ね。これになるかなと思って。大概ね、なんかオークションで落としたっていう、ね、うん、何十万とかね、ギターとか、そう自慢げに自慢げにちょっとね、頑張ってくれるかなと思って親父が、うん、ね、お客さんは来るんだけど、うん、なんか付き合いで来てるみたいな。そうね、あれなんか、うん、アイラブストリートに連れてきてっていうね、うん、あのなんかキャバクラパターンで、キャバクラパターンでもあるんです。ありますね。必ず一人を連れてきてください。二人目からはその分を半分お返します。あ、そういうシステム多いんです。ああ、ありますね。友達いないから連れてきない。なんでジョニーさんって一人なの。いや、いいから思ってた。そうね、なんかほらこう歌をやってて、なんかそういうやつはちょっと苦々しいみたいなとこあるじゃないですか。苦々、なんかね、まあ音楽を楽しむのはいいですよ、うん、いいですけどね、うん、なんか同じライブステージに立つっていうのはなんかね、だからそういう力を俺ギター借りて弾いちゃう。あ、そうね、いいね、いいなんで叩き壊しちゃう。いや、そういうことそんな失礼なことはしませんよ。ちょっと弾かしてって。でも俺ら友達でなんかそのギター貸してて、うん、あのそうやってるやつがすごいもう調子に乗ってた、テンション上がってたから、壊しちゃったって。あるああ、壊すのってのは自らだけど、自らだよ。落としちゃうとか、落としちゃう、跳ねといたら落ちちゃう。ああ、誰が悪いんだみたいな。乗ってくるやつが悪いんだ。ね、そうですよ。結構ありますね、でもそういうことね。言ってたもんね、あー俺のギターが俺はいいからギターがって何をやろうとしたんだけど、なかなか出てこない、題名が出てこないシリーズ。今題名がだから1個しか出てこないシリーズ。シリーズありますよね。いや、リクエストだけじゃない。あ、そうだね、それをやってたんですよ。そうですよ、そうですよ。じゃないかな。あれも一回しか出てこないような気がするな。
そういうの意外とあるんだよね俺ね、うん、たくさん出てくるやつないの、たくさん出てくるやつ、あたタイトルソウルエンジンとかそういうのある、そういうタイトルはあるんだけど、リクエスト、はい、トモエのソロバン、トモエのソロバン忘れちゃった、覚えてないんだよ、 ABC はって、いや違う、あれ好きなんです、俺覚えたよ俺覚えてないですよ、そうあの時はね、あの時やってたよね、やってたやつだ、結構見たんだけど全然全然じゃないけど覚えてないですね、覚えてないんですよ、失礼します、すいません、すいません、僕もよくあるあります、そうなんだよ、歌ってないんだよね、あれ、何歌ってるか、これ2回しようかな北風という北風ですねこれ2箇所ですね、多分ね、多分you
みや悲しさが遠ざかるのただ待つだけか。災害者のフォルムが踊り陣取り、狭い場所に押し込まれる屋敷がますますのおてく。区役所が新しくなるらしいけど、町が本当に豊かになったのか。メリーさんあれじゃねえさん、スマップに。スマップこういう曲調で できるかじゃないですか。ヨタロの向こうみたいな、まあ、約1名以外できる。1名以外、言わないけど、言わないけどね、1名以外ね。そうです、こんな感じじゃないですか。踊りながらね。約1名、踊りはうまかった、うまいよね。うまい、踊りはうまいですよ。そうなんですよ。マイクを切っとくから。マイク切っとくからね。下げられたんですよ。考え方はすごいいいんでね。考え方はいい。あ、そうなんですよ。あの、そうそう。スマップ、その人のね、俺、あの、いいなと思ったことが昔あってね、あの、司会が多いじゃないですか。司会をやってんだけど、それ昔、結構17年前かな。あの、夜中にフジテレビで音楽番組があるんですよ。で、それの誰か出演した時のインタビューをするわけですね。あの、作品出た時にアーティスト呼んで、それでインタビューするんだけど、それでね、あの、まあ、中井とチャボレイチっているじゃないですか、チャボさんね、が出た時に、あの、その、野中井くんがね、中井っていう、あの、あのね、あの僕はね、あの今までね、そんな聞いてなくて、この頃インタビューするんで聞かせてもらったけどって言って、そこからの切り口でちゃんと知らないってことをちゃんと言って勉強してるという、あ、すごい偉いなと思って、いい感じ、感じよかった。チャボがフジテレビ出ること自体がびっくりしたね。まあね、結構出てるよね。あ、レイランとかああいう感じで出てる。いや、一人一人、そうだ、うん、そうそう、グレートスピリッツってアルバムを出した時に出てて、その中井くんのね、感じが良かったんですよ。まずはね、だからそこら辺とかね、ちゃんとインタビューもそういう知らないってとこでちゃんと聞いてて、そのメッセージテーマとかまでちゃんと名司会者
え？名司会者って。名司会者ですね。名コメンテーター。名コメンテーター。意外とね、あのプロですよね。あれはやっぱ。自分は歌わなきゃいいよ。え？自分は歌わなきゃ。そうそうそう。まあ、でもあれも ネタになってるからね。いや、そうそうそう。いいですよね。ネタです。あの君がひどかったね。やめとけよ。やバレと壊したのかな。気持ちもやっぱね、でもすごいですよ、やっぱ。だからそういうことで、だからね、ほらよくね、あのまあスピンとかさ、こういうニュースとかね、あの陰謀とか言うじゃないですか。まあそれもそうなんだけど、そういうこともあるけど、でもそういう悪いことするやつって常に着々とやってるじゃないですか。いろいろそれをね、あちゃんと追ってればいいだけの話で、そうですね、ね、あんまそれを言っちゃってる芸能なんかみたいな、そんな言い方とかすると、いやすごい、それでそういう人があのなんかあとに歌には力があるって、それおいおいおいって感じなんですよ。だから悪い意味でもある。悪い意味でもある。そうそうそう、悪い意味もある。だから力はあるわけですね。だから芸能っていう裏辺にも力ある。え、裏辺にも力がある。そうそう、力がある名前ですよ。ちょっと突っ込んでみた。寒いから、ね、寒いからね。そうなんですよ。だからね、あまね、あの芸能バカにするのはちょっとそれも職業差別かなと。まあ芸能なら芸能だね。芸と脳と芸と脳と脳のない芸って脳のない芸ってのはあるんですけどね。ね、まあね、あそうなんですよ。いやだって随分長いことやってるわけだから、うん、別にたまに一緒にやればいいわけで、うん、一人一人にどうのこうの勇気はないよね。ないよね、うん、ああそう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 、なんかね、でそういうのがあったのは、まずね、デビッドボーイが亡くなったじゃないですか、はいはい、デビッドボーイが亡くなった時に、まあ、結構タイムラインにあふれるわけですよ。あ、こんなにも好きだったんだって、みんなが、うん、ね、幅が広いじゃないですか。その時にあのそういうことを言ってるやつがいて、デビッド何がしとか言って、なんかそれにこの人がムカついちゃって、デビッド何がしか、デビッド何がしか、デビッドボーイとやらっていう、料理とやらとやらとやなくなったね。そういう、あ、知らない感じで、知らない、そういうそういうことをね。だからそんな芸能ネタなんかこんなやってる時に政治で、ね、いや、そういうふうに言ってないんだけど、なんかそういうこと騒げるんだから余裕があるんだねって書いてあって、人が死んでるのに余裕ってなんだよって返したの。そう、ちょっとムカッときてしまったりね。そういうこともあるじゃないですか。そうね、そう、なんで君はやってるんだっていうね、思ってね。ちなみにあの中村梅之助が亡くなった。なんかそうなんですよ。全然話題にならない。あら、富山の金さん。富山の金さん。初代。俺ね、あの、まあ、前身座にあの先輩がいるんですよ、大木が。実は。あの、ですね、なんだっけ。落葉って映画だったかな、日活を撮った時に、それの準主役じゃないけどやってるやつで、松浦豊和って人なんですけど、その時の、何、若手でもないな、もう、でも若手か、若手のでもホープみたいな、ホープじゃない、あの、一番、上みたいな感じで、それで、結構、梅之助とかと、一緒に、クイズ番組とか出てた人なんで、でそれでまあそういう人がいたから、その人の芝居見た時に中村梅之助出てたかな、まあ、全身座の芝居見に行った時になんですよ。なんかそういうの話題にね、全身座が何やってたかっていうのは、そうそうそう、全身座はね、だってずっとそういうことをやってるんですもんね。そう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 、そうなんですよ。まあ篠飛鳥さんがいますからね、もうね。飛鳥さんは、飛鳥さんがつぶやいてましたね。そうらしいだよね。当然のよう。うん。そうだそうだ。よいですね。そうそうそうだよね。あ、違うよ違う。あ、これは違ったんだけ。違う。それはまた違う、あのじゃなくて違う主役やった時。違う主役だ。あ、なんだっけ。なんかあれだったね。よめでてえなとね。あれのイメージが。ついてる。地名が。地名が出てる。その。なんだっけ。なんだろう。まあ、後で思い出す。そんな感じ。と、まあそんなことも思いまして。なんとか取り戻す。ああ、電子機。電子取り戻すだ。よかったよかった。出てきた出てきた。アルツハイマーならなくて。よいめでてえなって。で、まあそんなわけでですね。どんなわけで、そんなわけで。ちょっとね。ああ、それをやるかどうか。やってみます。見えますか？
もうちょっと上げちゃうか。大丈夫。今ちょっと安心ですね。あ、画面落ちたよ。ちょうどいい感じで。画面そんなに気になって。ああ。来週までにこれを覚えてあのライブハウスでどうと思うんですけどね英語ね英語ですよ。やっぱね喋ってないから難しいですね。稽古不足の幕は上がる。え、稽古不足の幕が上がる。そうだ、ありましたよ。あ、じゃあね、いっぱい出てくるやつ、あのタイトルが、タイトルがいっぱい出てくるやつ。真逆でしたっけ？真逆です。Thank you.
食べても味がない。居心地が悪いのは日当たりが悪い。カモン。え、それコインあげると今日関係ないでしょ。コインが足りないと。そうですね。そうですね。寒い時にね。今日全部ついてるの。雪だけにもな。ああ、ね、寒いですよ。寒いね。この学校は寒いよ。あんま人がいないから裸にもなれないですね。もったいないから。もったいないから。この国でも
の何だん夢をされてる。でも明日は子供たちの命を縮める世界を作る。諦めの土地さえ終われるものの、残した種の落ちた上に祈りの歌よ、もっと上へ俺を潤してくれ。この小屋に咲く花を育てる水となる日まで、育てる水となる日まで、育てる水となる日まで。寒い我慢大会我慢。じゃあこれね、今日もみんな寒がって、寒がって、狩りは寒がってね。そうです。じゃあ、最後に一曲やってね。実は聞かせていただきますよ最後燃える歌を、燃える歌を、体が温まる、あ、体が温まる歌を、うん、じゃあお茶の間の皆さんも歌って踊ってください。4月なのに冬みたい、でもまだ出てとはあったかかった。二人でギネスで乾杯、冬季森を見るんだ。 OL もパンクスも老若男女さまざま、日本人もアングロサクソンもアイリッシュパンクにやられてく。
ードしてる。Everybody。まあそんなわけで、ね、何をしようとしたのか分からなかったの。誕生日おめでとうございます。これハッピーバースデーを聞こうと思ったんだけど、あ、俺キー取れねえと思って、そうか、何をやってやろうとしてんのかと思った。もう俺46歳の誕生日のプレゼントに浦部力じゃなくて浦部パワーに名前を。外人だったのね。コースはちょっとさっき歌は力とか言ってた。コースはちょっとなんだ。コースはダメ。サークはちょっとこういう感じだから。こういう感じ。こういう感じでパワー。パワー。パワー。まあね。まあ。そっちのプレゼントね。そこら辺はまあ明日でも楽しみにしててください。浦部パワーズのピーク。ああ。メロディー歌えなくなっちゃった。音を外してしまうね。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。歌えます？歌います。あ、だからキーどうとかなんだ。ちょっとね今ね、デビッドボーイやっちゃったからね。英語で歌っちゃったんで。英語で歌ったからね。英語難しいね。どんどんいい、もう、ね、しなくていい人だけ死ぬからな。だそうだ。死ななくていい人、知らなくていい人が死んじゃうんだよ。マジか。ね。そんなわけで次はジョニー・エイチさんの出番ですね。もういいあったよ、せっかくだから。いや、もういいですよ。もうダメ、寒い、寒い、寒いね。あの、もう分かんない。せっかく観客が来たのに。じゃあどうぞ、大丈夫です。手がね、結構つらい。